前田利長前田利長は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけての武将、大名、加賀藩書大藩主、加賀前武二代、藩祖である前田利家の長男。署名は利勝、天正17年頃に利長と改名した。若年より、織田信長豊臣秀吉騎下の指揮官として転戦した。秀吉の死後は政治的判断をした上で、 徳川家康に基準し、江戸幕府成立後に、加賀藩の石を築いた。永禄五年一月十二日、織田信長の家臣、前田利家の長男として、尾張国嵐古城に生まれる。陽名は犬千代、署名は利勝。はじめは安土城で、織田信長に仕えた。天正九年、父、利家が、能登国を与えられた役の後、 父の丘陵越前国府中の一部を与えられ、治業三万三千国、越前府中城に住んだ、信長の娘、栄姫を室に迎える。天正十年、本能寺の変の際は、長姫と共に上洛中の大御国瀬田で聞き、当時七歳の長姫を、前田の本領、尾張国嵐湖へ逃がしかくせ、自身は、織田信夫の軍に加わったとも、ガモ方秀と合流して、 日の城に立てこもったとも言われる。信長志後は父、年家と共に、柴田勝家に組みする。天正十一年、静ヶ岳の戦いにも参加し、戦後は、父と共に、越前府中城へ撤退する。父が、橋場秀吉に教順し、秀吉と共に勝家の本拠、北野城城を攻める折、秀吉は、李長母の松に、孫四郎は置いていくと年長を残しておこうとしたが、 松はそれを断り、年長を従軍させた。年長はわずか2期の共回りで北の小城攻めに加わったと伝わる。勝家の自陣後は秀吉に仕え、加賀国石川軍のうち、松島4万国を与えられた。天正13年、秀吉により、笹成政が支配していた、腰中国が制圧されると、同国伊水軍、隣軍、姉軍32万国を与えられた。 父、利家の監督下にはあったものの、独立大名としての格式が認められた年市長は、父とは独立した家臣団を編成していた。秀吉の配下として、九州平定、小田原征伐などに従軍し、各地を転戦して功績を立てた。特に、九州平定戦では、ガムウジサと共に岩石城を落とす活躍をしている。天正十六年、 豊臣生を歌視された。文禄四年には、越中の残る新川軍をも、数を重心の青山義次が、上杉家の越中州から、天神山城や宮崎城を受け取る。慶長三年には都市へより、前田家家徳と加賀の金沢領二十六万七千国を譲られる。富山県高岡市の高岡古城公園にある、前田都長の騎馬銅像父の都市へは、 豊富政権において、五大老の一人として、徳川家康に対抗する位置にあった。慶長4年うるう3月3日、年家が病死したため、その後を次五大老の一人となる。その翌日に五奉行の一人、石田三成が襲撃されるなど、党派抗争が始まり、前田氏は、対、徳川の急先方的立場に立たされる。同年8月、 年への遺言では三年は上方を離れるなとあったにもかかわらず、家康の勧めにより、金沢へ帰国した。翌月、増田長森などが、年長、浅野長政らのこと心を家康に密告する。この時期、前田氏を屈服させようとする家康の暴略があったと考えられており、家康は強権を発動して、加賀性罰を権限する。この家康による、加賀性抜に対し、 前田家は高戦派と回避派の二つに分かれ、はじめ高戦派であった都永長は、細川氏、宇喜多氏を通じて、豊臣家に、対、徳川の救援を求めた。しかし、豊臣家がこれを断ったため、実母の吉原院の説得もあり、純真の横山長地家を弁明に三度派遣し、吉原院を人質として、江戸の家康に差し出すこと、養子し、都常と家康の孫娘、 玉姫を結婚させることなどを訳して、公選を回避した。この際に、浅野長政、浅野義長、大の春長などが連座している。なお、近年の研究においては、徳川家康の加賀聖罰計画そのものが、当時の風文の範疇に過ぎないという見方も存在している。大西安政は年長は、当初より徳川と強調して、両国を保全する立場で、 秀頼の森役の職務放棄と加賀への帰国もその一環であったが、9月に家康が大阪城入りして事実上の宣見が確立されたことで両者にわだかまりが生じ、年長も徳川に従うか否かの政治的判断を迫られたとしている。また、この時期に松平新吉を年長の養子に迎える構想もあったと言われている。この過程で問題の解決に奔走したのは、 中心の横山長近であった。横山は、越前府中時代の年長に召し抱えられた直心で、年長が前田家の家督を継いだ後も、副心として活躍したが、加賀前田家の初代である年長の父、年家とは一度も、直接の主従関係を持ったことがなかった。これに対して、年長の弟である、前田年正や年家以来の宿老であった、村井長より、 奥村英福は、年長や横山の方針に不満を抱き、徳山の利秀のように出奔する者まで現れた。また、片山信高は、自分の死後に無本する恐れありとする歳への遺言によって暗殺された。さらに、能との旧国主であった畠山氏の旧臣出身の長林流は、織田信長から、鹿島軍半軍を安堵されて、以来、 前だけの指揮下にあったとはいえよりき大名としての性格を持ち続けて、前だけの家臣でありながら、独自の両国支配を続けていた。こうした多彩な出自を持つ家臣団の統制に年長は苦心することになる。慶長5年、年長は金沢を出陣するが、この金沢出陣については、その解釈が2説あり、上杉聖伐に出陣する際に、 背後の庭長しげを討とうとしたとする説、石田方の挙兵に対抗するための出陣とする説である。いずれにせよ、家康出陣中に、石田三成らが五大老の一人、毛利輝元を擁立して挙兵すると、年永は大正事情を攻略し、越前国まで平定。金沢への帰路の8月8日には、小松城主、庭長しげ軍に背後を襲われ、辛くも撃退した。 9月11日、弟、豊しの軍務放棄に悩まされながらも、再び成長し、18日には、長重と和議を結ぶ。豊しは西軍に妻子を人質を取られたと知り、密かに妻子を取り戻してから、兄と合流しようとしたものの、事態の急転によって、ついに動くことができずに毛病を使ったと見られているが、この戦いで先行を挙げて、母、 吉原院の金沢機関を期待していた、年永の怒りは激しく、亡き年家が遺言にて年永に子がない時は年政を後継にするように命じていたにもかかわらず、年永は家康に対して年政が政軍に加担したと訴え出たのである。関ヶ原の戦い後、弟、年政の能登の七尾城十二万五千国と、西鹿の小松領十二万国と大正寺領六万三千国が、 加量され、加賀、越中、能登の三カ国にまたがる日本最大の藩、加賀藩が成立した。年永は一旦を三百歩に改め領内の再建地と二は山口維新の放棄に備え刀流りを実施、122万5千国の建築校を得たが幕府は認めず、119万2760国を前だけの主因校とした。年永は、 関ヶ原の戦いで敗れて、薩摩国へ逃れていた、浮っ秀たへの除名を家康に嘆,に嘆願し、実現したと言われているが、実際に動いたのは、母の吉春院であって、年長が除名に動いたことを示す資料は存在しない。年長は、前竹両国を守ることを何よりも、最優先にして、年政、秀家への切り捨てを図り、その結果として120万国にも及ぶ大砲を、 得たのが実像であったと見られている。日本最大の大名になった年長は、関ヶ原の戦いで所領を失った赤座忠志保、長原光治不死や浮田休館、内藤徳安らを召し抱え、さらに、家康の重臣、本田正信の次男の本田正重に三万国を与えて召し抱えた。家臣団の拡大は家康への復讐以来問題になっていた家臣同士の対立を深刻にした。 大有以来の家臣を中心とする大田長地下のグループと、野と、加賀時代からの家臣を中心とする横山長地下のグループが対立し、年長は、慶長6年に19課状からなる定め書きを、制定して、喧嘩両成敗、土頭の禁止などを定めて、家中の引き締めを図るが、結局は、翌慶長7年には年長自身が、横山長地下、山崎朝徳に命じて、 金沢城内で、大田長地下を暗殺させた。その後、年長は、横山長地下、篠原和孝、奥村英福の三人を筆頭画老として、反省を運営させ、年長が伊母帝の年継に家督を譲った後は彼らに、反省を委ねさせた。英福の引退後は、息子の英民と、本田正重を加えたが、横山は、篠原和孝とも対立し、 さらに先の大田長地下暗殺の功労をめぐって、山崎長徳とも対立するありさまであった。慶長16年に、年長が一時病気で重徳になった、妻の遺言には特に、横山長地下と、上岡れなお、横山長地下と、山崎長徳、高山長久と、村井長寺の船舶は深刻であると述べて、和解を求め、横山と、山崎は、横山の娘、章を、 山崎の子、公式に突がせることで和解したものの他の和解は進まなかった。慶長19年1月、江戸幕府の命令で、高山長房、浮田急館、内藤徳安らキリシタンの家臣が捕獲されて幕府に引き渡され、2月には横山長地下が奥村久さ来に残言されたことを憤慨して、一族と共に帝発致死を申し入れると、 年長や本田正重の説得にもかかわらず、出本してしまう。これを知った、奥村久志来は、篠原和孝に対して、年長の命令であるとして、横山を打ち取るように指示するが、年長が横山を中殺することはあり得ないと考えた。篠原は、むしろこれは、奥村久志来が自分を陥れる罠ではないかと、疑って、指示を拒絶している。10月、横山長 大阪の陣に出陣する途上の前田敏常と越前国阿蘇津の陣にて会見してそのまま帰参したものの長年の主君であった年長はすでに5月にはこのよう去っていた。また翌年には横山を落し入れたとされた奥村久し来が一族と共に出奔を試みたものの父兄が応じず誘われた本田正茂も同調しなかったために一人で出奔している。 家臣団の統制の問題は年長を最後まで苦しめ、次の年常へと引き継がれることになる。男子がなかったので、異母帝の年常を養子師として迎え、腰中国新川郡と山城に隠居した。幼い年常を貢献しつつ、富山城を改修、城下町の整備に努めた。慶長十四年、富山城が消失したため一時的に、ウオズ城で生活した後、伊ミ郡関のに、 高岡城を築き移った。城と城下町の整備に努めるも、梅毒による腫れ物が悪化して、病に倒れた。隠居領から十万国を本藩へ返納するなど、自らの政治的存在感を薄くしていく。慶長十八年には、豊臣家より、織田頼長が訪れ勧誘を受けるが、都長はこれを拒否した。慶長十九年、病は、ますます重くなり京都院生。 および、高岡城の破却などを幕府に願って許されるが、5月20日に高岡城で病死。復読自殺ともされる。去年53、法名は、随流院伝生山英圏大古寺。高岡に葬られ、後と室根が、菩提寺として、随流寺を整備した。高岡市立博物館で、肖像画等の関連資料を、常設展示している。なお、 前田俊長の肖像画は、平助盛のものと伝えられている、肖像画に告示している。理由は不明。日付イコール旧歴。ありがとうございます。